なぜ、現代の日本は未来を暗く描くのか。まあもちろん目的は、まあ詐欺と言いますか。人を脅かしてお金を巻き上げようということで消費税を上げたりですね。それから燃料電池自動車にものすごい膨大な補助金を出したりしておりますが、まあこういう利権が、まあその動機なんですけども、まあそれは人間の特徴を狙ってるわけですね。一つは人間は新しいことができないと思うっていうのが一つありますし、 もう一つは未来を描く方法がないんですね。まあその一つとして、まあ普通コンピュータシミュレーションが使われるわけですが、ここで一つ、まあ大変に有名なですね、メドウスっていう MIT ですね、メサチセス工科大学のまあ世界で最も優れているとされていた学者ですね。この人がローマクラブからの委託を受けまして、成長の限界という計算をいたします。その結果、 一のの図と、それからワトソン、あの、えっと、彼がですね、メドウスが演説している、これは1995年の演説で、ちょっと内容的には1972年の彼の研究とはですね、違う時に演説をしている図なんですね、けど写真なんですけどね。まああ、あの、彼がメドウスがどういう人間だったかてわかりますよね。まあ、この時はまあちょっとお年を召しているので、髭を蓄え、頭は白く、 それから背広の一番下にスニーカーみたいなのが入ってましてね。まあ真面目な学者だけども、ちょっと変わり者だなっていう感じがしますでしょえー、っと、学者っていうのはですね、社会全体を知ってるわけじゃないんですよ。自分の専門のとこだけ知ってるんですね。彼はコンピューターの先生ですからね。だからコンピューターで計算することは得意なんですが、世の中の人の心とかそういうのが分かってるわけでは、工業的な技術とかそういうのが分かってるわけじゃないんですね。万能な人なんていませんから。その人が、 発表した1972年の図をここに掲げます。まあ、世界的に有名な図で、まあ今彼亡くな、お亡くなりになっちゃったんでですね、あまり言えないんですけどまあ彼がこれをまあ出してくれるんだって言うでしょうね。えー、1900年から2100年前の200年間をとりまして、えー、このまま行くと成,あの成長が限界に達するだろうと。 資源もどんどん減っていって、食料は必要とされるし、人口が増えていくので、マルサスと一緒ですね。えー、2010年には食料問題が始まる。2020年には成長がすべて終わって、どん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 いろんなものが下がってくる。工業生産も下がってきて、我々の世界は2020年に限界が来るんだと。まあ、こういうふうに言ってるわけですね。で、まあ、人口はそのまま増え続けて、2050年まで増えるけども、 もう食料生産が減ってるので、まあ、戦争が起こり、汚染もひどくなり、えー、2050年をピークに人間の繁栄が終わって、えー、2100年までに39億人の人が餓死すると。まあ、こういう計算を発表しました。ちょうど私は学生ぐらいな年齢でですね。そして、えー、この話がですね、もう本当に偉い教授がいくらでも、それからもう産業界の人、 学会の人がもうこのグラフを嫌ってうほど私に説明してくれましたね。私も若くてうっかりこれを、これに乗ってですね。あ,あ、そうか、大変だな。じゃあ、エネルギーがなくなるんだったら原子力やんなきゃなんて思って原子力やったりしたんですが、全部嘘だったんですね。2010年に食糧問題が始まるなんて、もう今過ぎてますよ。えー、食糧問題なんか全然始まってませんね。食糧のピークも打ってません。 食料生産のピークはもう来てるんですけど、どんどん増えております。まだこれからブラジルとかですね、大量に食料生産ができるところがあります。もしも温暖化が進んだらですね、さらに食料生産が増えますんでね、えー、この限界はなくならないでしょう。もちろん工業生産は大丈夫です。汚染がピークを達することもありません。汚染は1970年レベルにはこの図ではですね、非常に低いところに汚染がありますが、現在の汚染はもっと低いんですからね。 えー、水元病がの発生したとき裁判官がですね、えー、経済が発展すれば必ず汚染が広がる。だから汚染が広がるのは止めることができないから、過失がなくても罰しなきゃならないと言ったのが無過失責任ですね。まあ今から考えればもう本当に何を言ってんだっていう感じですけども人間の限界であります。えー、この成長の限界という本はですね、本当にあの世界の経済にも影響しましたが特に 真面目なタイプで人を疑わないっていうか、疑う心がないっていうかですね、オレオレ詐欺に引っかかりやすい日本人はですね、このまま信じちゃったんですよね。<laughs> このまま。他の国はまあこれを建前にして使おうかぐらい思ったんですけども、実はそうではなかったわけですね。これが現在でもですね、実は、あらゆるものの基礎になっております。このあの成長の限界が少し破綻したので、地球温暖化っていうのが別に出てきただけのことでですね、これはもう、 えー、同じようなことなんですよ。つまり将来、えー、大変なことになる。大変なことになるから今こうしなきゃいけない。でもこのことばっかやってんですね。その時に昔はコンピューターシミュレーションでこの成長の限界をやり、今はコンピューターシミュレーションで気温の変化をやってるっていうだけなんですよね。同じ手法なんです。えー、人間は未来を推定する方がないし、未来の推定は必ず100%間違えます。 その理由を後でせ、あの、2枚目に説明します。あ、次に説明しますけどね。それから、このワトソンが合わせなくて、メドウスがですね、話している会場ですね。これは非常に大きな会場ですから、あ横の方から見る席には結構人が空いておりますが、アメリカの、えー、いろんなこういう学会での感じがよく出ております。えー、話す人も非常に真面目にきちっと話しますね。聞いてる方もですね、あの、実はね、あの、 あの、こういう昼間に寝る人っていうのは、あの、日本人が非常に多いんですよ。これ本当不思議ですね。アメリカ人、ヨーロッパ人とはですね、昼間寝ません。それでですね、うっかりこういうところで寝てますとね、ちょっちょっと起こされてですね、あなた夜ベッドで寝た方がいいですよってこう言われるんですよね。<laughs> あの、私ね、横浜に住んでるときに京浜急行で品川に行くときですね、えー座っ てる日本人がととうとしてたんですよこ日本だと全員が打とうとしてますからね。したら打とうとしますとちょっと隣の人に寄りかかったりすることがあるじゃないですか。そしたらね、隣に外人がいましてね、その外人がね、打とうとしてる日本人を起こすんですよ。ちょちょちょっと。あなたしっかりしなさい。夜寝たらいいんですよ。あなたベッドがないんですか <laughs> なんて言ってたんですね。これ本当不思議なことでですね、こういったあの、演説の時もですね、 アメリカ人、ヨーロッパ人のいいとこはですね、人の話は聞いてみなきゃ分かんないと思ってるんですよ。日本人は人の話を聞く前に分かるんですね。ですから、あの、意心伝心なんですよ。ああ、大体この人だったらこういう話するなっていうふうに思いますし、その人もですね、常識的なことしか言わないんですよ。まあ政府関係の人だったら地球が温暖化すると言うしとか、武田が出てくれば変なひねくれたこと言うとかね、そういうふうにこう、人物で意見を決めちゃうんですよ。 ところがやっぱアメリカ、ヨーロッパはですね、いいのはですね、言語体系もそうなんですけども、人の話は聞いてみなきゃわかんないっていうのは原則なんです。これは我々よりか優れてるような気もしますね。ですから、あの、私がよく例に出すのはですね、窓が開いていますよっていうのは日本語では言えるんですけども、英語では窓が開いてますよって言えないんですよね。一つの窓が開いてるか、二つの窓が開いてるかでですね、違う、言い方が違うわけです。あ、ウィンドウっていうか、ウィンドウズっていうかって違うんですね。ですから、 極めてきちっと事実が分かってて自分の考えが整理しないと、整理できないと発言できないということがあるんですね。まあそういう雰囲気もこの写真にはあるので、ちょっとこれを使わせていただきました。まあ、メドウスの履いてる靴がですね、変だということで避難したいわけじゃなくて、まあ全体の感じがよく分かるなと、まあいうことであります。はい、これで終わります。